くよ。ね、ゆうこ。いいよ。いくよ。じゃあ本番スタートしまーす。はい。3、2、1。ようちゃんがお届けするチャンネル、略してようちゃん。不器用なパパでもできる、パパの休日 DIY に挑戦シリーズ。はい。そして今日ご紹介する DIY、取り付ける、これを取り付けてみようということで、Amazon で購入しました。このクールスーツのシャツです。ね。あとはここにある、これとは別にこのタンクがついてるんですけど、これを着て、車を運転とか仕事をすると、エアコンがいらないと、涼しく作業や、いろんなことができるということでですね、購入していました。まずですね、クールスーツの、この購入したセットの内容なんですけど、このクールスーツ、このシャツですね。この何年製のシャツと、それと、あとは、もうただ単純ですよ、これ。タンク。この、クーラーボックスです。実はですね、このクーラーボックス、ちょっと何が違うかというと、この中にですね、ポンプ。このポンプがね、見ますか？ポンプが内蔵されていて、配線が出ていて、ここからね、配線がここから出てて、で、ここにホースの差し込み口がついてます。ホースはね、この付属してくる、ま、2メーターぐらいのホースをここに刺して、これもセルフワンタッチのカップリングになってるんで、刺すだけですね。これを刺して、この服、このシャツにホースがついてますんで、ここにも、ね、ホースがついてるんで、これをここに刺すと。ただこれだけです。単純です。これで、あとは、このタンクの中についているモーターに、12V の、ボルテージを、電圧をかけてあげれば、動くと。そして、このタンクの中に入れた水が、このスーツのホースを、こう伝って、まあ、体が冷えると。まあ、ただそんだけのもんです。まあ、その水の中にね、氷とか入れとけば、まあ、より冷たくなるということなんですけども、まあ、なぜこれをね、ちょっと試してみたいかと言いますと、今回ですね、夏に、この、アイドラーズっていうところの、12時間耐久レースっていうのが、モテギの、栃木にあるモテギっていうコースに、で行われて、そのドライバーへと、なんと、乗ってほしいということで、依頼がありまして、今回乗ることになったんですけど、真夏なんでね、非常に過酷だと。で、12時間走らなきゃいけないので、まあ、車も過酷なんですけど、人間にとってもすごく過酷なので、まあ、少しでも、体の負担を和らげるために、この、クールスーツ、これを、ちょっと試してみたいと思うということで、今回導入することになりました。以上です。DIY のはずだったんですけど、これは、あまりにも簡単すぎるんで、DIY にならないんで、線つなぐだけなんでね、あと、服着るだけなんで、今日は、このぐらいにしときます。以上。さよなら。